そういえばさ、はい、パチンコの学校あるって知ってる？もちろん、僕そこの卒業生ですよ。マジ？そうだったの？超行ってみたいんだけど、連れてって。小田さん、気合入ってますね。キャピー、学校行くならこれでしょう。はい、ここです、はい。どんなことが学べるの？パチンコパチスロを作りたい人は開発の知識やスキル、面白さを伝えたい人は営業スキルやホール経営の知識、動画の作り方やライターとしての技術を学べるコースもありますよ。どんなところに就職できるの？出資会社の6社をはじめ、いろんな企業で卒業生が活躍していますよ。完全就職保証制度って書いてある。そうなんです。 G&E の強力なバックアップ体制があるから、僕も安心して入学できたんです。どうやったら入れるのかな？ G&E で今すぐ検索。はい。DMM パチタン専属のコーデーズキです。寝台リアル収録第32回でございます。おはようございます。本日は千葉県ライジング奈良市の天様にお邪魔しております。はい、モフモフしております。モフ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 タイガーでございます。そういうことでございます。行きたいと思います。本日実践する機種はこちら、戦国パチスロ花の刑事天をうがつ戦槍でございます。ゲーム数変動型の ART 大合戦ボーナス、こちら自力感があふれるタイプとなっておりますので必見でございます。パチスロ刑事シリーズ第4弾でございます。ゲーム性も一新されておりますし、花周期という新たなシステムも加わりましたので、その辺を分かりやすく解説していきたいと思います。どうぞ最後までご視聴よろしくお願いいたします。出会え出会え。あれはパチタワの美女高田のゆずっきーだ。これよりゆずっきー修羅に入る。ハマりがあれば投資を増し、単発があっても投資を増す。ただひたすらに回し勝利を目指す。パチスロ花の刑事シリーズ第4弾、戦国パチスロ花の刑事天をうがつ戦槍が登場。ボーナス確率はこちら。ゲームフローはこちら。出玉増加のメインとなる ART 大合戦ボーナスは1ゲームあたりの純増約 2.0 枚、戦に勝利し続ける限り継続するぞ。戦ってやつは負け戦こそ面白いのよ、なんて言えない、負けたくない。刑事確保です。頑張ります。はい、では通常時の打ち方は左リルに黒場を狙っていただいて、左リルの電子系で打ち分けます。チェリーが止まればチェリー、ジャカチェリーは強チェリーは極めチェリー、リップリップボーナスからラッキーラセツっていうのと、クローバーと赤7の上の方です。あとチェリーが止まれば MB、 ここからは2ゲーム間ベルもしくはチェリーが停止します。 MB 中のチェリーは全て極めチェリー扱いなので、チェリーが引ければチャンス。スイカまで滑ったらスイカを
右狙うんですけど、黒番目安で大丈夫です。スイカが揃えばスイカ、強弱はなし。スイカが外れればチャンスリプレイです。スイカなんですけど、唯一設定差がある子役なので、状況問わず、通常 ART 問わず数えられるので数えていきたいと思います。最地右下、このゲーム数ハテナになってるんですけど、本期は基本的に花周期、周期管理になってます。下2桁が花、87ゲームの時に、ART の抽選ですね。あと内部状態の移行抽選をします。スイカまで滑ったので、中リールバー狙いで、通常時のレア役は主にチャンスゾーンの抽選をしています。通常時の内部状態が低角、広角、超広角の3種類、レア役成立で状態を参照してチャンスゾーン抽選が行われます。ART に関わるものは話し行きのモードがあるんですけど、これでフラッシュ、チャンスリプレイです。設定問わずですね、チャンスリプレイの場合は。チャンスです。お、赤になりましたよ。あ、ネタ笑ったやつ、間違いない。あー、マジか。通常時の状態は花周期到達の時に抽選されるだけで、レア役で上がったりとかは今のところないと思われております。メッセージ、今並木道で、この上が遊郭、この上が甲冑ステージ、この上にお城の夜ステージみたいなのがあるんですけど、4種類ですね。ここで刺されます。で、通常時の状態、これはチャンスゾーンに関わるものですね。あとはART に関わる花周期に関わるモードがあります。通常 A、 通常 B、 天国準備、天国。このモードの特徴、それぞれの特徴もまだ分かってないんですよ。ただ天国の場合は87ゲーム到達で ART 当選となります。どのくらい、何の話でしょうね。チェリー止まった時は、ま、チェリー狙うのが一番分かりやすい。3連チェリーになれば強チェリー、ならなかったら弱チェリーです。右リール中段にベル以外だと強チェリーっていう見分け方でも大丈夫です。やっぱずれるんですよね。今87ゲーム液晶で到達してるんですけど、データだと68ゲームで、朝一の抽選がどういう抽選なのかわからないんですけど、ゲーム数だけ前日を引き継ぐのか、リセットを見抜けるのかはまだ謎です。設定変更時、天国に 25% で移行するので、朝一の到達はチャンスです。今到達時にイルミが光ったんですけど、光り方にもいろいろ種類があって、赤だったり第三停止で光ったりする場合もあるので、それぞれチャンス態度が多分違うんじゃないかなとは思います。匂いな、基本的に伊達さんがギャーギャー言います、弱い時は。
到達したので内部的に状態移行と ART 抽選をしています。花周期のモードは上がるのみです。天国までは下がることはないので、天国で当たらずにハマっているというか、天国に上がっていない台があればチャンスなのかもしれない。ストーリーだとチャンスなんですけど、あーダメそう。やっぱり偽物か。はい、この周期によって降格移行しやすかったり、あまり期待が持てなかったりします。本超広角にはなかなか移行しないんですけど、587の周期に関してだけ言えば 10% 移行のチャンスなので、587は結構濃い強いゾーンになります。場合はあまり期待ができないんですけど、チェリー系に関しては若干偶数設定の方が優遇されてます。チャンス同等戦率が。チャンスアップない。前兆ステージですね。前兆ステージが全部で4種類、公園の東、公園の轟、公園の東はレベル1から3まであります。3まで上がると1ランク上の公園の轟っていうのかな、から始まることもあるんですけど、基本これが出てきます。喧嘩祭りだとチャンス、天然桜だと木魚かオーバーです。最後歌舞伎5面発生すればストーリーに、今ゲーム数が青なんですけど、青の時は様子見、287までは様子を見た方がいいよっていう優しい気遣い、ありがとうございます。まだ出てないところの情報の方がすごく大事なことが多いのでっていう話を。発注ステージですね。発注ステージは降格に期待が持てるステージになってます。びっくりした、初めて見た。発注ステージなので降格だったらチャンスですね。ドキッとする。
スゾーン当選です。ショーチェリーからはい、シュの時でございます。シュアリ力、シュアリ力、シュアリパワーを貯めて前田刑事を出陣させろということで、右下にメタがあるんですけど、全役で毎ゲーム抽選をしています。ポイントを貯めて最後その累計ポイントで LP 突入抽選をすると、何かしらの子役が揃いさえすればポイントがもらえます。でベルもナビが出るので、ベルさえ、ベルとリプレイさえ引ければポイントが貯まっていくんですけど、5ポイント貯められれば強そう。5ポイントで 25%、マジか。チャンスリップ 75% が3ポイントで、残りの 25% は5ポイントもらえるので、それだけで期待度が 25% にアップするんですけど、あと2ポイント欲しい。再生でもね、あーやばい、 MB はでかいですよね。2ポイントはもらえるので、これで再度 25%。 このポイントが秒数になっているので、その秒数押し込みます。3、残念でした。 25% は難しい。187ですね、いい花なんですけど、 ART と初期ストックを1個、つらい、私つらい、絶対強いじゃん、こんなの初めて見たし。歌舞伎コメンの可能性がある、もしくは前兆ステージに移行するか。おや、あーやっぱり、あ、公園のとどろきで合ってましたね。そういう問題じゃない。 70% もある。ねえ、ART 期待度 70% もある。やめて、パオバーです。ヘルはガチー
やだやだ。嬉しくない。
78%で終了。グレゴジャンス当選が 9%、 本人吸収が 12.5%。 終了です。これで1番未満だったら 50% でブレイクオーチャンスの可能性があるんですけど、終了です。でこの時プッシュを押すと出てきます。まあ、いつも通り歴代打った方なら分かるかなと設定示唆をしております。なんでもないです、この子。あー、つらい。平均が 3.3 回なんですよ。3.3 セット平均なのに。あー、死んだ。お、あー、応援さん来ました。今選挙メーターがアップしたのと、ここに家紋が追加されます。いるだけじゃ意味がなくて、覚醒をしないとこの効力、一人ずつ持ってる効力を発揮してくれないんですよ。やばい。
複数当選することがあるのかな。10ポイントで 67% 50ポイントいたー、やったー、そりゃそりゃ、ラセッツの説明をさせていただけると非常に助かるんですけども、ドン、あー、ブハー、ありがとう、いらっしゃいませ、はじめましてですね、奥村様。あ、ナビ音が違う、覚醒した、選挙アッププラス攻撃を受けません、攻撃を受けない、リプレイ3連中の 33%継続率 33%、武将が多ければ多いほど報酬が良くなるのではと、これです、これ奥村さんので、今 33% に漏れて終わりました。武将を4人集めても勝利なので、エアイアップ引けたりとかすると大チャンス、おー、鉄壁、お、どうぞ、3分の1引き続ければ終わらない、
わあ、マジ？あと一人。複製することもあるので、次ペル引ければ勝てるな。やばい、これだけなのに。ちょっと待とうちょっとこれはやばい。待て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 、ある、そんな大逆転今。あ、でも鉄壁か。あー、よかった、初めて勝てたよし、これで勝ったので縄文突破します。ここの突破の仕方によって報酬が異なります。見るのはボタンか、おい、ここで。いや、ボタンかスペアリだったらよかったんですけど、一応オーラは緑です。お願い。あ、転送を焼くものができれば極め突破で風雲両乱の陣とか極め大当たりとか、極め当たりなんですけど、今回通常突破なので勝利の宴、基本中ゲーム、レアヤックで初当たりストックの抽選をしてます。10ゲーム、20ゲーム、30ゲームなんですけど、20ゲームが 3%、 30ゲームが 0.4%、 1回私 0.4% 引いたことあります。報酬を消化した後は再び準備状態に戻ります。来ました、刑事揃い。これでアキラ説が確定です。で、まず兵力を決めます。まあ、4万とアキラ説の振り分けを引いた。10ゲーム間でダメージを蓄積します。平均1万5000削れます。これがあるのとないのじゃもう大違い。
MB。 あらららあらら、2人とも覚醒してますね。あるので
秒前です。伊達、90%でございます。全長ステージ桜ランプが光れば大活戦ボーナス確定。させていただきました。ありがとうございます。なぜかってつらかったんです。いやーつらかった。朝一1122ですから。で2つなぜかもう1セット出てきたのにもかかわらず単発単発とうんちでしたね引きがおや655 123 134780 428、もう散々ですね。でやっと実戦終了時間ぐらいに当たったやつが伸びてくれまして1500枚出ました。で天国で当たってちょっと伸ばし終了でございます。投資の方が2650枚、回収が1533枚、マイナス1117枚でございます。いやここまで頑張ったから、まあ、よしとしましょう。いや本当にあの初戦を突破した後はもうめちゃくちゃ楽しいんですけど、あの5万っていうのがなかなか高い。設定の話をしましょうか。 ART の初当たりが505分の1、まあ、ちょっと悪いで、スイカ、いや唯一子役で設定差があるのがスイカだったんですけど、1で100分の1のところを110分の1と、まあ悪いですね。よくはなかったんですけども、まあ、この辺ですかね。他設定差がわからないんですよ。あと秀吉は6、刑事と4武将集合してるのが5以上とかですかね。
なのでそれを見たら追いましょう、ぜひ。ということで、いやーもう少し行かせてたらな、なんか謎のストックとか出てきたりとか、そこがちょっとよく分かってなくて、まだ全然解析が出てないです。あとモードの詳しい情報、通常 A 通常 B とかの動き方とか、それぞれの特徴だったりとか、やっぱ周期当選率変わってると思うんですよね。なのでその辺の情報はおいおいパチタウンの方にも出ると思いますので、随時チェックしていただければと思います。本日は千葉県ライジング習志野店様で実践させていただきました。ありがとうございます。次回もぜひご覧いただければと思います。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。モーフ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 、ゆずき今日の一言。あなたの縄文を突破したいな。